AI いよこです。ニュースをお送りします。長年にわたり松山の街を走り続けているレトロバスを使ったバスファン必見のツアーが9月28日に開催されました。ツアーの中では日野 RJ 車両が使用され、今では廃止になった路線を一部走行しながらスタッフおすすめのスポットにて撮影会が行われました。ツアーの最後には実際に使用されていた中古部品を購入することができる優先販売会が開催され、参加者が実際に商品を手に取って購入を楽しんでいました。当日参加した方は道中のさまざまなスポットでの撮影や物販だけでなく他の参加者とも交流ができて楽しかったと大満足の声が寄せられました。 AI いよこがお伝えしました。